ブレビーちゃん、今何してるんだろう。
Hey! Hook!
はっ。
ずいぶん遅かったじゃないか。でもまた会えて嬉しいよ。あなたが無事で本当に嬉しいです。手短に話す。タワーの最上部とはまだ連絡が取れない。ハガードの転送ビーコンも故障中。つまり上の状況は不明さ。アイダの子は念入りに進行の準備を進めていた。その手始めがハガードと外部との連絡網の切断だ。タワーの頂上に登る方法はもはや一つしかない。オベリスクの下にある転送装置を修理して塔の内部に入り、ひたすら這い上がる。ええ、まあ今はそれしか方法がない。アイダの子に破壊された転送ゲートの運転プログラムは技術スタッフが修理してる。もう少し時間がかかりそうだ。ジークとシャーリーは一緒じゃないのか。あの二人は先にタワーに登った。ここにはわずかな護衛と技術スタッフしかいない。今アイダの子に襲われたらひとたまりもない。アイダの子の転送ゲートはこの辺りに三つある。先にそっちを始末したい。頼んだよ。
ずいぶん遅かったじゃないか。でもまた会えて嬉しいよ。あなたが無事で、手短に話す。タワーの最上部とはまだ連絡が取れない。ハガードの手間の子は念入りに進行の準備を進めていた。その手始めがハガードと外部との連絡網の切断だ。タワーの頂上に登る方法はもはや一つしかない。オベリスクの下にある転送装置を修理して塔の内部に入り、ひたすら這い上がる。ええ、まあ今はそれし。
ええ、わかった。他の方法を考えてみる。フランツさんのお考えはわかりました。ただ、今あるエナジーだけではとてもこのゲートを維持しきれません。1秒たりとも無理です。フランツさん、お手伝いしましょうか？アイダの子にエナジー供給装置を止められた。再起動しないとタワー下の転送装置が使えない。すでに2個招待を送り込んだが、どちらも消息を絶った。きっと待ち伏せされたんだろう。危険なのはわかりますが、この任務はどうしてもやり遂げねばなりません。あなた方がやらないとおっしゃるなら、私が行きます。俺がやる。ちょうどいいところに来た。また新たな問題が発生した。転送装置の起動にはユーザー認証が必要なんだが、端末が故障してて識別情報が読み取れないんだ。端末がもう一台アイダのこの制御エリアにあります。危険を冒してでも研究員を一人送り込んで認証を完了させねばなりません。ドクター・トンプソンと守衛2名が作戦への参加を志願しました。あなたにそのリーダーを頼みたいのです。ドクター・トンプソンと話してみてください。幸運を祈っています。認証エラー、認証エラー、これは今すぐ解決しないと。ドクター・トンプソン、今の状況は？非常にまずいですね。この設備を誰が管理してるのか知りませんが、もうめちゃくちゃですよ。あなたは？
私の警備をしてくださる方ですね。これほどお若い方とは思いませんでした。さてと、全員揃いましたね。もう一刻たりとも無駄にはできない。出発しましょう。気を急ぎましょう。アイダの子です。早く撃退してください。フランスさん、ドクター・トンプソンがユーザー認証に成功したぞ。これでひとまずは成功ということになるかな、ドクター・ホアキン。まだ転送設備の再起動に成功しただけです。エナジー供給は不安定なままですし、性能も完全には回復していません。油断は禁物です。この状況ですと、オビリスクの内部に安全に送り込めるのは一人だけです。一人？あの中はアイダのこといっぱいなのに、一人で足りると思うか？一人しか無理です。それ以上は安全を保証できません。ご自身の部品が欠けても良いのであれば構いませんが。ここで当てにできるのは君くらいのものだ。ミヤも一緒、そう。ミヤは危ないからダメだ。それに博士が一人しか行けないって言っただろう？ミヤ。ではこれで決まりですね。あなたを送り出したら、転送ゲートのエナジーを安定させて、できるだけ早く応援を送りますから。
ようこそ。はじめまして。君は誰だ？私はバルキリ、一人目の許しの天使、あなたの敵よ。本当は敵を増やしたくないんだけど。君が対立を仕組んだのか？私たちだってやりたくない。この対立はさらなる犠牲を避けるためのものよ。アイダの子は何が欲しいんだ？あなたたちと同じ人類のより良き未来よ。それじゃゲームを始めましょう。これが最初の関門よ。あまり難しくないといいんだけど。このエレベーターはもう使えない。でも通路を用意してあるわ。正しい順序で装置を動かせば上に行けるわよ。時間があまりないわ。何をするべきかよく考えるのね。人は前に進むことばかり考えて進むべき方向を忘れがちよね。よく来たわね。さて、これが第二の関門よ。勇敢さと知恵を見せてもらったわ。
顔を合わせるのも時間の問題ね。第4レベルに通じる転送ゲートが開いた。サーガ様から撤退するようにとのご命令だ。もう？まだ時間があると思ったのに。サーガ様のご命令は即時撤退だ。焦らないでフレイヤ。みんなは一緒なの？ネメシス以外は。ああ、かわいそうな子。ねえ、イチゴ、早く来てください。ここはタワーより楽しいですよ。バルキリ姉さん、シーアたちが。わあ、バカにしないでよ。ダダダ、ダダダーン。5分だけ待ってやる。せいぜい。ああ、もう。2号は真面目になるとつまんないのよね。他は言うことないんだけど。もう誰にも邪魔はさせないわ。さあ、力を見せて。それじゃあ通すわけにはいかないわ。やるわね。こっちの番よ。あら、賢い子ね。関門を突破したようね。上で待ってるわ。ああ、やっと会えたわね。そこをどいてくれ。気をつけるのご覧なさい。あなたに準備した舞台。
わあ。相手ね。でも戻れって言われてるから。今日は楽しませてもらったわ。残念だ。また会いましょう。行くな。この先は危険すぎる。奴がどこに潜んでいるかわからないからな。気をつけろ。見せ場は逃したが、終幕には間に合ったようじゃな。異常者め、何をしたか分かっているのか。異常者だと誰かが選択せねばいかんのじゃよ。世界が滅ぶぞ。裁きの時を待とう。奴を止めろ。いいや、わしは世界を救う。ネメシス、最高傑作だったはずのお前がわしに背くとはな。お前たち全員がそれを望むか。ジーク、大丈夫か？シャーリーは？シャーリー？おい、シャーリー！きっと大丈夫だ。
時空エナジーのコントロールがいつ崩れてもすぐにここを離れないと。いや、それではダメだ。誰かが終わらせるべきなんだ。あいつを頼む。ジーク！お兄ちゃん、置いていかないで。一人にしないでよ。お兄ちゃん、ねえ、お願い。おう、やっと来たか。シャーリーの意識は戻ったのか。意識は戻ったが、体が衰弱してる。しばらく休養が必要だ。エルリックさんも来てるんだろう。ハンナがそう言ってた。ええ、中がどうなってるか考えるだけで恐ろしいよ。きっと大混乱だろうな。それって、おいおい、君も知ってるだろう。クレアと我らがオフィサー殿との関係は。そうでなきゃ俺がなんで外で待ってるんだよ。急いで中に入ろう。これ以上遅れたら取り返しのつかないことになる。博士、落ち着いてください。どっかに冷静よ。それとも何、落ち着いていたらいけないとでも。いえ、そういうわけでは。争うつもりはありません。ただ提案を検討してくれませんか。私、あなたたちを信じてたわ。でもその結果は。申し訳ございません。ねえエルリック長官、最近ようやく気づいたの。あなたたちに期待したのが花から間違いだったわ。あら、あなただったの。今日は千客万来ね。気が滅入らないお客さんは初めてだけど。ああ、うん。話し合いはどう？うまっ。さあ、どう思う？いや、その。助けてあげるのはシャーリーっていう子に免じてよ。あなたたちのためじゃないから。博士、ありがとうございます。いいのよ。ただもう誰にも私と同じ思いをしてほしくないだけ。フランスさん、全員揃ったから、今ある情報をもう一度説明してくれ。じゃあ、ジークが消えた時の時空乱気流から始めよう。特性パラメータを解析したところ、ジークが別の宇宙に送り込まれてしまったことはほぼ確定だ。基地の宇宙と比較して、今回の時空乱気流のスペクトルと最も近いのがベラと呼ばれる宇宙さ。ハガードは3年ほど前に初めてベラの緯度座標を特定した。そしてエクセキューターマークが率いる小隊が調査に向かった。2年前、ベラの座標にズレが発生し、その宇宙との連絡は一切なくなった。でも今回の時空乱気流のおかげでベラの位置を再び特定できるかもしれない。フランツさん、お兄ちゃんはそこにいるよね。保証はできないが、その可能性は高い。ベラの位置を再特定してマーク正体と連絡が取れれば。これについてはクレアちゃん、偉大なるドクター・クレアが力を貸してくれるよ。この分野ではクレアの右に出るもないね。喜ぶのはまだ早い。今は最善を尽くすとしか言えないわ。
でも夢を見すぎないでほしいの。最後に待っているのは絶望かもしれないから、どうかお願いします。そしゃ俺たちの和解と友情の証として、これから他に用がないのなら先に帰って、何かあったら知らせるから。わかったよ。じゃあ後でね。博士、感謝いたします。あれ？どうしたの？シャーリーの様子を見に来たんです。具合はどうですか？回復はまずまずといったところね。生体金属の拒絶反応はコントロールできるレベルまで減少しているわ。ただメンタルに関しては、あれだけのことを経験したんだもの。回復には時間が必要よ。心配ならあの子に会っていけば？シャーリー、具合はどうだい？心配してくれてありがとう。体調はだいぶ良くなったみたい。たまには散歩でもしてみないか？ケイトス島を出るってこと？うん、気持ちを整理するにはいいかも。ちょうどどうしようか迷っていたことがあるの。何？この前、許しの天使の一人から通信があって、私と話がしたいみたいだった。許しの天使には特殊な電波送受信機能があるの。私たちにだけ聞き取れる周波数を使えば簡単に通信できる。自己暗号化された連絡手段みたいなものね。でもさすがに相手がね。だからまだちょっと安心できない。よかったらあの人たちに会いに行くのに付き合ってくれないかな。わかった。
来て。どういう意味？2対2だから仲間がいないとダメなの。だから手伝ってよ。連絡ってそんなことだったの？シーアと一緒に遊びたくないの？大丈夫だ、任せてくれ。あなたか。まあいいわ、数さえ揃えば誰でも同じよ。続きましては2対2のメガ闘技戦でございます。この試合の出場者はシーア、そして遅れてやってきた仲間。対するは昭和ル兄弟のゴードンとバフィー。さあ試合は間もなく開始です。レディーゴー。セッ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 。私に連絡をくれた？何の連絡？わかんないわ。君が連絡したんじゃないのか？シーアは忙しいの。そんなことしてる暇はないんだから。彼女じゃないと思う。連絡には署名がなかったから他の人かもしれない。ねえシーア、エイジスとフレイヤを知らない？エイジスはどこかに行っちゃった。フレイヤ姉さんも忙しそうだから一人で遊んでるの。でも今日は遊び疲れちゃったからちょっと休むね。今度はまた遊んで。バイバイ。エイジス様、我々の乾杯です。見ろ、誰か来た。面白いものが見れそうだな。あらあら、どなたかと思ったら。エイジス、
私を探してたのはあなた。あなたは招待されていませんよ。でも来てしまったからには楽しませてもらいましょう。楽しませる。あなたとは戦ってみたかったんです。自分から訪ねてくるなんて、このチャンス無駄にしません。場所をちょっぴり拝借して実力を出し合ってみませんか。待ってくれ、シャーリーの調子がまだ。私なら大丈夫、エイジスの性格だもん。私と戦わないうちは気が済まないんじゃないかな。なかなか話のわかる妹ですね。新入りのあなたとは手合わせしたことがありませんでしたからね。楽しみです。どんな技でも存分に披露してくださいね。そうそう、別に一緒にかかってきても構いませんよ。見くびらない、一人で十分よ。やっ、はっ、やっ、うーはっ、邪魔者は消せ。なんだか違う気がしますね。やっ、はっ、あー、隠してないで早く見せてください。うなかなかやりますね。これで満足した？そんな、まだまだ足りませんよ。今度はあなたの体調がいい時に一戦交えましょう。それまで死なないでくださいね。分かった。よっほっ。あ、ちょっと待って、新しい連絡が入ったみたい。に迎えだってフレイヤかな。さらに先にある山頂からはオベリスクが見える。フレイヤはそこにいる。順調に回復しているようだな、ネメシス。単刀直入に言おう、サーガ様からの伝言だ。ん？けどサーガはもうこの後に及んで
何か企んでいるとでも言うのか。あなたに説明しておかなくてはいけないことがある。我々はあなたの敵でもなければ敵でもない。ただ人類が直面する危機や将来の懸念を考えれば、貪欲にオムニアムを求めるハガードとは対立せざるを得なかった。今までの悪事をなかったことにはできない。モラルや矜持で理想を実現できるわけではない。手段を選んではいられない。そもそも第三次タイムリバースが成功していれば、この星の傷跡をすっかり消し去ることができたはずだ。我々による傷か、ハガードによる傷かを問わず、ネメシス、多くのことを思い出したのなら考えてみてほしい。幼い頃から経験してきた悲劇がオムニアム悪役の歴史とともに存在しなくなるということ。シャーリー、話はここまでだ。本題に入るとしよう。伝言？アイダの子はかつて失われた大陸ヴェラを不完全ながら観測した。ヴェラ大陸だって。ハガードもおそらく時空乱気流内で再び観測エリアに入ったヴェラに何らかの行動をとっていることだろう。時空乱気流内の他の場所？それって、これをどう解釈して何をするかはあなたの自由だ。言っておくが、我々と違い、サーガ様はあなたに大きな希望を抱いておられる。頑張ってくれ。私、勇気を出して全ての現実と向き合いたい。兄さんを取り戻すためには決心だけじゃなく、やるべきことがたくさんあるよね。どうか一緒にいてくれないかな。また戻りたいの。ここまででいいよ。え、ここまででいいのか。うん、みんなの生活が元通りになって私嬉しいな。今度来るときは兄さんも一緒だといいな。その願いを叶えるために今やるべきことをはっきりさせなきゃ。今わかってるのは、兄さんは時空乱気流に巻き込まれて行方不明になってもう長い時間が経っている。その場所がどこかわからないけど、立ち止まってる場合じゃないってことは確かね。自分の手で兄さんを取り戻すために旅に出たい。もちろんそれだけじゃない。旅をしながら世界を知って、私が許しの天使として生まれ変わった本当の意味を見つけたいの。ただヴェラに向かうタイミングがいつになるかはわからないけど、この後ハガードで聞いてみないとな。
小さい頃、兄さんに連れられてここでよく星を見てたの。本当に行かなくていいの？いろいろありがとう。あなたと一緒にいるととても勇気が湧いてくるの。旅はまだ続くわ。これからもよろしくね。Thank you.
よっ。第9地区のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。第9地区のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。第9地区のエクセキューター、第9地区のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。第9地区のエクセキューター、速やかにジェラルド事務官のところへ報告に行ってください。何も思い出せないよ。昨日ここでテストした時には何の異常もなかったんだ。個人のデータベースの利用履歴は調べましたか？何者かが侵入しデータを改ざんした可能性は？いや、もう何度も調べた。これは絶対俺の問題じゃない。これどういう状況？リックさんが新しいアバター技術のテストをしているときにエラーが発生したのです。それでこんな姿に。原因は分かったんですか？現在調査中です。この件はすでにドクターヘンリーにご報告済みです。すぐに結果が出るでしょう。厄介な問題でないことを願うよ。見た目がこれじゃみんなびっくりするだろう。まったく。あなたもあの茶番劇は見たでしょう。原因は究明済みです。コードネームプロトタイプ T04 のアバターユニットがミュータントのデータにすり替えられたのです。それゆえリックが T04 のユニットを呼び出した際に誤ってミュータントのアバターデータが呼び出されてしまったのです。アバターデータベースの利用履歴を調べ、データ修正の権限を持つ管理者アカウントを絞り込み、犯行推定時刻と照らし合わせてみました。プロトタイプ T04 のデータユニットはほとんど利用されていません。直近の利用履歴は2ヶ月前。そのため犯人がほぼ特定できました。容疑者の名はセミール、ハガードのエクセキューターです。職歴は短いものの能力は突出しています。本来であれば前途洋々な若者と言うべきでしょう。ただ残念ながら能力と同じく際立っているのが性格の悪さです。最悪ってどれくらい？相当な変人という噂です。
しょっちゅう揉め事を起こし、自分にしか笑えないいたずらに熱中しているとか。そのため彼女と付き合いのあるものはごくわずかです。1ヶ月前、彼女は行き先を明らかにしないまま消息を絶ちました。今日お越し願ったのは、あなたにその問題を解決していただきたいからです。どこから調べるべきかな。手元の記録では、彼女はよく地上の隠れ家に滞在していたようです。まずはそこを調べてみてはいかがでしょう。後ほど隠れ家のデータをお送りします。プロトタイプ T04 のデータを返してもらうだけでいいのです。データベースに虚偽のデータをアップロードした責任は追及しません。この騒動が早く収まればいいのですが。セミールのお家へようこそ。残念ながら今日は仕事が忙しくてお客様をお迎えできないの。私に用のある方は事前に予約してね。では天気予報は1、任務の依頼は2、司会試決闘は3、食事のお誘いは4を押してください。では復習は引き受けたわ。あなたは91番目。抽選結果を待っていてね。結果発表はだいたい2週間後。天気予報は1、任務の依頼は2。今日は雲一つない青空、強い日差しが照りつけるでしょう。宅配便ならドアの前に置いて。宅配便？あれ、ベンジスの宅配業者じゃないの？俺はハガードの。え？ハガ…ああ、もう忘れかけてた。へえ、あいつら結局あなたをよこすことにしたんだ。ドクター・ホアキンがプロトタイプ T04 のデータを返してほしいって。こんな時は普通うやうやしくデータを差し出すべきなんでしょうね。でも私が嫌だと言ったら？博士が言ってた。データさえ返してくれたら他のことは。向こうが良くてもこっちがダメなの。じゃ、そういうことでバイバーイ。あの、あなたも彼女に会いに来たの？君は？私はシューマー、エクセキューターよ。俺はドクター・ホアキンに頼まれてセミールがすり替えたアバターデータを取り戻しに来た。知ってる。さっき門前払いされるところを見たわ。もしよければ私にやらせてもらえる？私の史上最高の謎々を解けるなんてすごい。あなたお名前は？どうやって解いたんだ？他にも押す順番に工夫があったりするのか？
いえ、そういうものは別に。名前は？あの、シューマーよ。どうかした？あなたの名前を大声で言って。私はファファ。ファファ。中に入ってみましょう。誰もいない、はあ、やっぱりそんなにうまくいくはずないわよね。俺たちからかわれたのか。でも無駄足でもないはず。ここは彼女がよく立ち寄る場所よ。手がかりを残してないか調べてみましょう。 D04 のデータが見つかったらあなたは報告に戻るといいわ。ネズミちゃんはネズミ捕りのチーズに飛びつくってね。あら、もう手遅れだった。満足してもらえたかしら。爆弾タイマーを解除すればここを出られるわ。でも失敗したら仲良くあの世行きね。チクタクチクタク、時間が経つのも遅いわね。なんて素敵な顔なの。この目で見られなくて残念だわ。今回はただの毛。もうこんな幸運はないと思いなさい。シューマ、大丈夫か。ええ、大丈夫。あの子ったら。リボンの中からこのメモを見つけたの。ベンジスのホテルの住所が書いてあるわ。ベンジスのホテル。これをセミールが置いてったのか。メモには住所がはっきり書いてある。多分そこで会おうという意味でしょう。もしくは私にも彼女の考えてることはわからない。彼女は変人なんだってね。クレイジーという言い方が正しいかもしれない。ひどく扱いづらい人であることは確かよ。せっかく脱出できたんだから早くここを出ましょう。この部屋にはまだ他にも罠がありそうよ。私はベンジスであなたを待ってる。早く戻ってきてね。私ですが。ならこれは君宛てのものだ。うちは開業して1年ちょっとになるが、この辺で他にファファという名前の子はいない。シューマ、どうした。あ、来てくれたんだ。今ちょうどオーナーにセミールの話を聞いてたところよ。いや、だから何度も言ってるだろう。セミールなんてお客さんはいないって。なんかの間違いじゃないのか。じゃあその荷物は一体どういうことだ。
オーナーはセミールとは面識がないって。彼女は身分を偽ってるのかもしれない。だからオーナーに最近怪しい人物を見なかったか聞いてみたの。それなら俺に聞いて大正解だ。怪しいといえばこの荷物を預けに来たやつが一番怪しい。もしかしてスラッとした金髪の女の子じゃなかった？スラッとした金髪の女の子？いやいや、そんな美少女じゃなくて、背が2メートル近くあって横幅もでかいやつだった。でもそいつ、頭のてっぺんからつま先まですっぽり覆い隠すような格好をしてたな。喋り方もよそ者っぽかった。どう見てもまともとは思えなかったよ。あの、この荷物は確かにその怪しい人が私に残したものなの？そうさ、そこにファファ様って書いてあるだろ。間違いなく君宛てだ。それが本当にセミールの残したものなら、中身は爆弾かもな。いえ、セミールはここにいる人たちを傷つけたりしないわ。荷物を開けてみましょう。シマ、この手紙にあるタオとファファって君とセミールは知り合いなのか？ごめんなさい、隠すつもりはなかったの。あの子と私は子供の頃から一緒に育った親友同士。ルーシーばあちゃんがつけてくれた名前なの。私たちはおばあちゃんに引き取られた孤児。ここは私たちの育った場所、私たちの家なの。タオは私より2歳年上。子供の頃からやんちゃで、私はいつもいじめられてた。今考えるとすごく悪いお姉さんよね。でもあの頃、彼女は私の一番の憧れだった。金魚の糞みたいにくっついて歩いて、一緒にふざけては問題を起こして怒られてた。タオはよく言ってた。大きくなったら冒険家になるって。私も彼女の助手になって世界中を旅しようと思ってた。幼稚な夢よね。あんなことがなければその幼稚な夢を叶えられてたのかな。あんなことって？タオが奇病にかかったの。ベンジスで一番のお医者さんでも手の施しようがなかった。それでカレイドさんがハガードに治療を依頼してくれたの。彼らがタオを連れ去ったあの日以来、私たちは一度も会ってない。それきり一度も会ってないのか？タオがいなくなってしばらくは時々手紙が届いた。私は彼女がすぐに自分やおばあちゃんのところに帰ってくると無邪気に信じてた。でもその後、手紙すら来なくなった。私は彼女を探したい一心でハガードのエクセキューターになった。でも彼女は多分まあいいわ、人探しは一旦諦めておばあちゃんのところに付き合ってくれない？もう長い間帰ってないの。おばあさんは一人でここに？ええ、私は忙しくてあまり帰れてないけど、今も一人で暮らしているわ。幸いなことに今は元気だし、みんなもいろいろ面倒を見てくれるから安心だわ。ただ、さすがに年だから記憶も曖昧みたい。何かおかしなことを言い出しても気にしないでね。
おばあちゃん、ただいま。あらまあ、タオじゃないの。早くおばあちゃんに顔を見せてちょうだい。おばあちゃん、私だよ。母だよ。母？まったく、あんたたちはいつもそうやっておばあちゃんをからかうんだから。あんたはどう見てもタオでしょうに。あんたたち二人は私が育てたんだよ。いくらボケたからって間違えるわけないでしょう。タオが帰ってくるのはいつ以来だろうね。ファファはずっとあんたのことを待ってたんだよ。毎日あんたを探しに行くって、それはもううるさくてね。はあ、おばあちゃんたら、そうやってわけのわからないことばっかり。まあ、おばあちゃんになんてこと言うの。あら、そこにいるのはあんたのお友達かい？よかったね。いたずらっ子のあんたには友達ができないんじゃないかっておばあちゃん心配してたんだよ。おばあちゃん、はじめまして。シューマーと一緒にセミールを探しているものです。パファを探しに来たのかい？あれまあ、歳を取るのは嫌だね。この間あの子が来てタオ宛ての手紙を置いてったよ。あれ、早く読んでごらん。あの子、帰ってきたの？でも、ここに住所が、セミールの文字で、そこで待ってるって書いてある。あんたたち、この後大事な用があるんだろう？まったく。あんたの大好物を用意して喜ばせてやろうと思ったのに。おばあちゃん、ごめんなさい。私、タオはまた今度会いに来るね。いいんだよ、若い人はいろいろ忙しいもんさ。気を使わずに行っておいで。だけど安全には気をつけるんだよ。帰りを待ってるからね。ついてきて。シューマ、言いたいことがあるみたいだね。タオのメモにあった住所だけど、ハガードの書類で前にちらっと見たことがあるの。確か新規プロジェクトを進めてる極秘研究所だったはず。プロジェクトってどんな？アバター技術の応用だったかな。私もちょっと見ただけだから詳しいことはわからない。私のアカウントではその手の資料は見られないの。もしかしてタオはそのプロジェクトに関係してるのかも。いくら探しても彼女の情報は謎のベールに包まれてるみたいに一切表に出てこなかったもの。本当言うと今のタオは他人みたいに思える。多分タオは私を避けてるんだと思う。別れて何年も経つんだもの。彼女はもう私の知ってるタオじゃないのかも。つい余計なこと考えちゃった。じゃあ研究所の入り口で会いましょう。今度こそ答えが見つかるといいな。
遅かったわね。あそこが研究所の入り口。でも中の様子がなんだか変なの。どういうこと？さっき衛兵たちが研究者を護衛しながら慌ただしく出ていった。まるで緊急避難してるみたいに。セミールと関係あるのかな。中に入って調べよう。準備はいい？急いで研究所内を調べましょう。やっぱり誰かの悪巧みね。研究所のセキュリティシステムがハッキングされた。1時間後に自己消滅プログラムが強制的に実行される。だからあんなに慌てて避難したのね。ディスプレイの情報を見て。この謎の侵入者ってまさかセミール？わからない。タオは私たちをここに呼んで何をする気なのかしら。手当たり次第調べてみましょう。あんなに慌てて撤退したんだもの。きっと手がかりを残してるはずだわ。細かいところにも気をつけて。パソコンの画面、散乱する書類なんかにも意外な発見があるかも。ドアが開いた。警告はしたわ。今度は本気よ。チャンスはあげるわ。非常口のコンソールはこの中よ。二人とも二つある。自力で何とかしてみなさい。あっちを頼むわ。扉が開いたぞ。急がないと。シューマン！シューマン！
今何をしたんだ。私も知りたいわ。奴らは一体何をしたの。君は一体何者だ。いい質問ね。誰だと思う。全部君だったとは。ふざけてるのか。ええ、そうよ。本物のシューマーはあのタンクの中で眠ってるわ。一体何がしたいんだ。何がしたいかですって。私の気持ちはわからないでしょう。これを探していたんでしょ。 T-04 のオリジナルデータよ。セミール、聞いてくれ。彼女をハガードに渡すつもりはないわ。戻ったらドクター・ホアキンに伝えて。どんな結果でも私は受け入れるから。セミール、タオ姉に会いたいわ。ドクター・ホアキン、申し訳ない。状況は分かりました。セミールと来たら全くふざけたことを。ふざけたこと。セミールはシューマーと一緒に。一緒に。大丈夫、二人は無事です。 X7 研究所に急行した緊急処理部隊が現場の状況を知らせてきました。研究所は平穏そのものです。セミールは自己消滅プログラムを止め、部隊が到着する前に T-04 を連れて逃げたようです。
未公開プロジェクトです。ハガード内部でのコードネームは X7。化身計画とも呼ばれます。計画の目的は、アバター技術をベースに対象者のアバターデータを定量化して、その他の個体に安全に適応することです。簡単に言うと、個体自身が意識を維持し、影響を被らないという前提のもとで、他の個体の実際の形態を模倣するのです。でも技術の応用に入る前に、対象者のアバターデータをいかに分割し、体と意識のデータを切り離すかという非常に重い技術的課題を克服せねばなりません。そのために我々は計11名の対象者を募り、被験者としました。 T-04 もその一人です。 T-04 の名はシューマー。そう、あの子のことは覚えています。強くて楽観的な子でした。奇病にさえかからなければ我々のところに来て苦労することもなかったのに。彼女は他の10名の被験者と共に初期の実証実験に参加しました。意識の剥離手術に最後まで耐え抜いたのは T03 と T04 の2名のみでした。 T04 の状況は非常に複雑です。我々はアバター技術を使って彼女の身体データを入手し、特殊な編集手法を用いて病を治療しました。しかしデータを再融合しようとした時、アクシデントが発生したのです。両者の拒絶反応は凄まじく、我々は彼女の意識と身体のデータを別々に保存するしかありませんでした。 T-04 はそのために意識を喪失した状態から回復できなかったのです。セミールがこんな大騒動を引き起こす以前から X7 研究所はT-04 の最新の身体データをもとに仮想人格を作成し、再融合を進めてきました。それが成功すれば T-04 はまた目覚めるはずです。 T-04 との関係を思えばあの子の気持ちも理解できます。ですが今回の件は事実をそのまま本部に報告せねばなりません。本部が彼女を指名手配するのが彼女にとっては一番いいと思います。 T-04 を連れてハガードに自首し罰を受けるのです。はあ、私もこんなことは望んでいません。ですがセミールの今回の行動はあまりに度を超えています。この件はこれで一段落ですね。お疲れ様でした。また新たな展開があればご連絡します。お茶の子さい。
納期も近いというのにこんな時に限って連絡が取れないとは。何かお困りですか？いいところに来てくれました。今回もあなたの力を貸してほしいのです。何でしょう？実は弁実重工の整備士コバルトさんに武器サンプルの製作を依頼したのです。約束の期限が近づいているので受け取り時間を確認したいのですが、どうしても連絡がつかないのです。どんな状況か確かめに行ってくれませんか？まだ完成していないようでしたら催促してください。忙しすぎて忘れているのではないかとも心配しています。ドクター・ホアキンからの依頼といえばわかるはずです。わかりました。彼女はどこに？連日重工に所属していて、カレードから専用の作業部屋を与えられています。どうも彼女の性格に問題があるらしくてね。詳しい住所は弁実重工本部の職員に尋ねてみてください。わかりました。急いで行って戻ってきます。頼みましたよ。やれやれ。こんにちは。職員の方ですか？整備士のコバルトさんの作業部屋がどこか知っていますか？え、そうだけど。偶然だな。君も彼女のところへ？偶然とは？実は今日が初出社なんだ。明日からコバルトさんのアシスタントを務めろと上司に言われていて、同僚によるとこれまでのアシスタントはすぐに辞めてしまっているそうなんだ。なんだか恐ろしくてちょっと心配で。もしコバルトさんに会いに行くならどんな人なのか確かめてきてもらえないか。心の準備をしておきたいんだ。お安い御用です。頼んだよ。作業部屋の位置に印をつけてあげよう。ここだよ。わかりました。ありがとうございます。ドアは閉まっているけど明かりが漏れている。中に誰かいるみたいだ。誰だ？今作業中なんだ。すみません、コバルトさんはいますか？ここの血管の構造は確か。あの、コバルトさん？ん？ああ、そうだった。新しく来たアシスタントだな。今手が離せない。表の鉢の下に予備のカードキーがあるから、それで入ってこい。Let's go.
うむ、ここの出力が上がれば対応する放熱モジュールの圧力も高まる。よってコバルトさん、あの、ああ、アシスタントの仕事はこの作業が終わってから詳しく説明する。手を貸してほしい。急いで部品が必要なんだ。あっちにあるはずだから持ってきてくれ。重心、重傷、それからエナジー装置。え、でも俺面倒だと思うか？しかし出力を高めるには必要なことなんだ。この作業が終わるまでは説明もできなさそうだ。仕方がない、手伝ってあげるとするか。必要な部品を持ってきました。ありがとう、助かった。あともうちょっとだから。こんなところだろう。ん？お前、どこかで会ったことあるような。コバルトさん、お久しぶりです。いつかハヤブサ号をハガードに持ってきてくれましたよね。思い出した、お前だったのか。久しぶりだな。待てよ、ということはお前は今日来るはずのアシスタントではないということか。悪かったな、早とちりしてしまって。あ、いいんです。ただそのアシスタントの話によると。そうだったのか。うん、これまでのアシスタントは誰も長続きしなかった。私の開発スタンスとは合わなかったのかもしれないな。設計図はいつも自分の直感に任せて書くから、出来上がっても私しか理解できないものになってしまう。それを教えようとしたんだが、これまで教え込まれてきた機械設計の概念とは全く違うから、きっと難しかったのだろう。私の波長に合う人はそういないのかもしれない。アシスタントだろうと雑用ばかりやっていては整備士キャリアにとって何の役にも立たない。事情は大体わかりました。それじゃあここへはそれを尋ねに来ただけということか。実はドクター・ホアキンが製作を依頼した武器サンプルを代わりに受け取りに来たんです。そうか、あれは取り掛かっている真っ最中で、もう最終段階に来ている。あまりないチャンスだし、完成度を高めたいと思っているんだ。最後に必要な部品はキリオンの、ちょっと面倒な場所まで取りに行かなければならないが、知り合いと一緒に行くことになっている。そろそろ出発の時間だ。ドクター・ホアキンに急いでサンプルを受け取ってくると約束したので、お役に立てるのなら一緒に行かせてください。そこまでさせるのは気が引けるな。いいですよ、ちょうど時間もあるし、それに興味もあります。それならいいが、まず作業部屋のセキュリティを設定してくる。これまでの作業を誰かにめちゃめちゃにされたらたまったもんじゃないからな。防御システム起動中。この家を警備してくれ。最優先任務、この家を警備します。設定完了だ。さあ表へ出よう。
コバルトさん、そういえば最後に必要な部品って何なんですか？重いものですか？それとも精密部品？先に運搬手段と保管方法を考えておく必要はありますか？最後に必要な部品はインスピレーションだ。え？小さい頃機械について啓蒙してくれたあれにその部品を見つけられる気がするんだ。よくわかりません。最近は納品に追われ必死になりすぎていた。ここまで追い詰められたことなんてなかった。例えば芸術家ならコンディションを整えたりアイディアを得るためにどこかへ出かけ新しい事物に触れることで心の整理をする。あれを取り戻すということは言ってみればそんなことだ。では準備ができたらキリオン鉱山の入り口で落ち合おう。決まった作業時間に縛られるのが嫌いなんだ。開始時間も終了時間も。待たされた時間もしっかりいただくからな。いつも通りの超過料金で。心得ている。助っ人を連れてきたのか？こいつは、あ、俺も知ってるやつだ。こんにちは。ハガードのものだ。知り合いなら紹介の手間が省ける。こいつの実力なら問題ないだろう。それよりなんでここなんだよ。永久的に封鎖するのかと思ってたぜ。何しろ戻れば必ずあの名前に向き合うことになる。これまでずっと避けてきた。私が少し大人になればいいことなんだ。いつまでもへそを曲げてはいられないからな。ここは？ここは子供の時に見つけた実験室の廃墟だ。昔ここにあった機械をすべて修理改造して自分の秘密基地にしたんだ。ここが子供の頃の秘密基地？でも厄介な場所だと言っていませんでしたか？その通り。中には危険な防御装置もあるし、何年経った今でも大部分が動作しているはずだ。なあ、そういえば大掛かりなことをやった挙句に自分を締め出しちまったんだよな。認証システムが正常に動作するなら問題はないんだが、そうでなければ8割方、いや9割方ダメかもな。こんなことまでして取りに来たものってなんだ？金目のものか？私の宝物みたいなものだ。よし、ならさっさと行こう。話は中に入ってからだ。の呼び出しを試みましたが、この実験室の有効な情報は見つかりませんでした。コバルトさんに聞いてください。いや、懐かしいな。しかしすごい誇りだ。コバルトさん、認証システムは作動するんですか？予想していた通り完全にダウンしてる。これより先に入るには正面から防御システムを突破し対応する端末をシャットダウンしなければならない。ここには複数の端末が各種装置を制御している。私の設計では全ての動作の停止を確認できなければストックルームに入ることはできない。つまり今回の相手はお前がかつて改造を加えた奴らなんだろう？もしどうしても明確な相手を求めるのであればそう考えてもいいだろう。
私たちが向き合うのは昔の自分、あるいは無駄に過ごしてきた時間というべきか。もしお前が機械には罪はないから壊すななんて言ったら、俺はお手上げだからな。安心しろ。本当にそう思っていたら最初からお前を呼んだりしない。俺はな、手加減ってことを知らないんだ。後から責めないでくれよな。お前の性格はよくわかっている。衛兵ドロイドと鉢合わせたらとにかく手際よく倒すんだ。いいんですか？うむ、問題ない。さあ手分けして行動しよう。それぞれ一つの端末をシャットダウンすればいい。今から分かれて行動します。目標を1、ショート現象を発見。発電機室で電気回路の補修作業を行う必要があります。回路は途中で切断されており、電力供給には修理が必要です。付近をチェック。発電機室を捜索。レーザー起動計算中。密度高め、威力高め。防御バリアでレーザーは防御可能です。ただし前進中は注意が必要です。よっ。は危険レベルが高いです。ミアは警告します。あれは窃盗犯や周囲の変異生物の侵入を防ぐための装置だ。危険レベルは高め、ご注意ください。こっちはちょっとトラブルが発生した。そっちは任せた。ご利用ありがとうございます。ご希望の項目をお選びください。検索中。最新の3つの訪問記録が見つかりました。ログ1、アクセス時刻0時間0分4秒前。アクセス者未知のユーザー。操作ログ、異常な操作。ログ2、アクセス時刻27,398時間40分32秒前。アクセス者未知のユーザー。操作ログ、基地の資産と設備を検索。ログ3、アクセス時刻86,062時間17分16秒前。アクセス者管理人 R。 操作ログ、自動防御システムを起動。
これより以前の訪問記録は削除されています。この操作には管理人の権限認証が必要です。認証に失敗しました。前の操作画面に戻ります。基地端末機器のご利用ありがとうございます。検索中。システムメール未読一件。送信者キリオン同鉱石工場。送信時刻8:34:29:18。この操作には管理人の権限認証が必要です。認証に失敗しました。前の操作画面に戻ります。基地端末機器のご利用ありがとうございます。ご希望の この操作には管理人の権限認証が必要です。認証に失敗しました。前の操作画面に戻ります。基地端末機器のご利用ありがとうございます。端末シャットダウン中。こっちは停止成功。ありがとう。少し待ってくれ。ちょっと時間がかかることがあるんだ。基地端末機器のご利用ありがとうございます。エラーが発生しました。モジュールが見つかりません。前の操作画面に基地端末機器のエラーが発生しま前の操作が基地端末機器のエラーが発生しました。前の操作画面に基地端末機器のご利用ありエラーが発前の操作画面基地端末機器のご利用エラーが発生しました。文字異常な操作を検知しました。警告緊急事態です。最優先任務この家を警備。この家を警備。ここまで苦労かけたな。大丈夫、みんなは私が直してやる。想像は常に破壊を伴い、私はとっくに慣れている。分解を防ぐ計算通り。ましてや機械は不滅だ。私がここにいる限り。これぞ武器の本部。再構築してみるか。必要なモジュールを検知しました。基地端末機器のご利用ありがとうございます。管理人 R 権限認証完了。お帰りなさいルーニス。ああただいま。それにコアは傷つけていない。お前の腕なら修理できるはずさ。ありがとう。お前にとってはやりにくかっただろう。もう安全のようです。こっちの扉も開いた。あれは確かこの中のどこかに置いたはず。中の箱、なんでこんな並び方をしてるんだ。探してみるからちょっと待ってくれ。俺も手伝います。
何かの武器の図面みたいだ。結構やっと見つけた。あ、探していたのはこれか。こんな時代遅れのガラクタに何の価値があるんだ。これは私にとっては金で買えない貴重な。今機械はさらなる高級化、軽量化、効率化を追い求めている。しかしこのように構造が複雑かつ精巧で芸術性の高いもの、それこそが新作に何が足りなかったのか分かった。さあ行こう。分かったよ。時間もあまりかからなかったし、納品期限にも間に合いそうだ。助かったよ。はあ？納期ギリギリの仕事を放り出してまでこんなものを取りに来たってのが。そうだ。大金をはたいてお前に仕事を頼んだやつをなめてるな。間に合えばいいことじゃないか。それにここから送り出す我が子にはもっと個性的であってほしいんだ。まあいい、用事が済んだならお先するぞ。お前も急いで雇い主に納品しなきゃだろ。じゃあまたな。金は振り込んでおく。おいルーニス。何？いや何でもない。ただふと思い出したんだ。あれは確か、でもってちょっと驚いている。それじゃあな。コバルトさん？待たせたな。作業部屋に戻って今回の作品に最後の部品を取り付けたら直接ハガードに届けるよ。今回は本当にありがとう。助かったよ。では搭載している全ての内容について細かく紹介しよう。あの、紹介はそこまでで大丈夫です。わかりました。これらの付属品は依頼した覚えがないのですが、基礎的な機能については安定性を確認すればいいでしょう。これで一件落着。おっと、エクセキューターも来られたんですね。ありがとうございます。では検品してきます。間に合って本当に良かったです。うん、やはり芸術と結びつけるには無理があるな。追加で装備しても誰も喜びはしない。機械をどう思うか、何を求めるかは人それぞれなんですね。道具だけとしてなら確かにそうだ。しかし芸術には人の心を揺さぶる何かが必要なんだ。私もまだまだ努力が足りないということだな。
Thank you.